こんにちは、関はかれです。11月のね、11日にアルバムを出すということで、1週間前ぐらいに歌詞がざっくりできたよっていう話をしたと思うんですけど、現状はですね、えっ、ー、と、今、ざっくり作った歌詞を元にコードとかメロディーを作っております。で、まああの、そうですね、スムーズではないです。はい。歌詞をたい作れたっていう状態があって、 でそこでちょっとや一回ちょっとホッとしちゃってっていうのもやっぱり歌詞が一番自分の中では難関かなと思ってたんである程度塊みたいなのができたっていうのがちょっとこう安心する材料になってしまってちょっとネキががいいるんだっていうのがありますそれでね 3, 3日ぐらいかな作るっていう行為を。 あのちょっっと止,、ま、止めてててしまってる自分がいて例えばジャック・ジョンソンのコードを研究してみたりとかそういったことをやりつつ本当は同時にね自分の曲も作るっていうこともやんなきゃいけないんだけどもちょっと止まってしまったりしたと。作るのが嫌だったとかじゃないんですよシンプルにね今思うとあやっぱり怖さみたいのがあっていいもの作れないんじゃないかっていうやっぱりあるんですよねそういうのがある程度歌詞は作れたけどじゃあメロディーはいい感じに作れるのかなみたいな。 まあね、あの、作らないに決まってんですよ。いいメロディーなんて。その、自分が思ういいメロディーね。っていうのはやっぱ自分が思ういいメロディーって、自分が聴いてる音楽とかが基準になってるじゃないですか。で、自分が聴いてる音楽は、もちろん先輩たちが作ってる曲で、世に出てるもので、多くの人に聞かれてるものだから、基本いいものじゃないですか。そこに自分がこんなすぐね、追いつけるなんて、まあありえないわけで、でもとはいえいいものを作りたい、作れるんじゃないかみたいな思ってしまって、手を動かすのがちょっと怖くなってしまうと。 これまでの私はやっぱりある程度作っても止まっちゃうっていうのはやっぱり怖さみたいなのがあって最後まで作りきれないっていうのは一番の原因は恐れ、怖さ、不安そういうものなんじゃないかなと思いましたね今回はね締め切りがあるんでまたね手を動かすことができたんですけど、まあ、その考え方をちょっと変えていきなりねいいものを作れるわけないからとりあえずめちゃくちゃ雑でいいから一回こう作りきっちゃおうみたいな で、そっから改善していけばいいと。つまりなんだろうな。0から始めるのは手が止まりがちなので、とりあえずまず1にしようみたいな。100が完成形だとしたら、あの、そういうふうに思えたらスムーズに再開できたというか、やり始めることができたので、とりあえず雑で OK だから一回作ってみようっていう考え方は、あの、結構使える考え方なのかなと思いましたね。でね、そのゼ0から1にしようぐらいの感じでやったんですけど、あの、自分の中のこれぐらいが完成形かなっていう、そのメロディーとかコードのね、それが100だとすると30ぐらいまで。 1> で,1ではなくて30ぐらいまでは進めたんじゃないかなっていうとこまでやれたのでまずはこうね気楽に進めるっていうことが大事だなとでもやっぱ怖さとかはあるけど曲作るのって音楽作るのって楽しいっす。 なんだろうな。ちょっといいじゃん、これみたいなものができると、走り出したくなる気分。そういう、こうなんかやっぱり喜びみたいのはすごくあるので、ちょっとしたプレッシャーみたいなのを感じつつも、アルバム作るって考えてよかったなと、今の段階では思っています。まあ、これはね、もしかしたら、やっぱやんなきゃよかったってそのうちになるかもしれないですけど、とりあえず、今の段階では焦りつつも、楽しむことができてる状態ですね。ということで、今日はこの辺で、えー、また進捗をこうやって動画にしていきたいなと思います。せーつもろ